さあ皆さん、今回レビューするのはこちら、シャオミミー体組成計2でございます。こちら先日日本で発売が開始されたばかりの新製品で、いわゆるスマート体重計というやつですね。なんといっても最大の魅力はシャオミのスマートウォッチと連携してデータを管理できるという点ですね。では早速開封していきましょう。すげえ、なんかめちゃくちゃ重いっていう。よし、3、2、1、開け夢の扉、オープン、ドーン。おお、すげえ、なんかこの中心にさ穴が開いててミーって書いてる、なんか隠れミッキー的な感じだよね。はい、おお、来た、おお、デリバリーのピザに頼んだみたいな感覚だ。はい、おお、あ、重いなやっぱ結構。でもこんなもんなのか体重計って。でもすげえスタイリッシュだよ。で、一体これどういうことができるのかよく分かってないんですけど、体重が測れたりとか体脂肪率が分かったりとか、それ以外にもかなり多機能なスマート体重計にはなってるみたいですけど、はい、保証書が入ってますね。当然ですけど日本語対応してますね。取扱説明書、はい、じゃあそしたら本体を確認していく。あー、おー、なんかすっごいつるっとした輝き、おー、すごいぞ。かなりスタイリッシュで可愛いじゃん。すげえ、角っちょが丸くなっててかなりおしゃれだよ。で、かなりコンパクトだな。結構薄いね、ほら。で、ここ側面も結構こうカーブがかってるんでかなりおしゃれで、あ、ほら、ひっくり返すとこうやってね、ストッパーがついてて、なんか面白い、ほら、こうやってある程度こういろんなところに体重が偏って分散しても安定するようにアジャスト式になってるというのが、ほら、意外とこういうところもシャオミの技術なんだろうな。すげえな。やっぱ結構重くて、本体重量 1.7 キロです。 1.7 キロだ、結構重い。これがその他のスマート体重計と比較してどれくらい優れてるものなのかってちょっとわからんな、ちょっとわからんけど、でもその反面かなりコンパクトな印象があって、 30cm×30cm です。これはかなりコンパクトな方だと思うよ。ほら、 30cm×30cm の厚みが、25ミリなので 2.5 センチということで、ここのね、いわゆる足を置く部分に関しては強化ガラスですね、ガラスですを採用してて、結構冷たいかな。こんなもんなのかな。でもかなりおしゃれですよね、ガラスを使ってるから。で、ここ4点あるのは、これは何なんだろう、アルミかな、アルミかステンレスか分かりませんけど、ではここになんかセンサーが入ってるんだろうね。で、足を置いた時に測定できるということになっていると思います。で、当然ですけどね、充電が入っていなければ稼働しません。で、今回、普段のスマートウォッチとかとは違って、電池式になってます。電池がこれ4つ、これ単3かな？単4だね。単4の小さいタイプの電池が、4つ必要になります。で、電池を入れてあげると、電源が入るようになって、で、こっからなんですよね、ミソはね。普通の体重計とは違って、アプリと接続して、IoT 管理をすることができると。で、出てくるのがミーフィットですよね、おなじみの。うん、ミーバンド5とかの、対応アプリね。ミーフィットと接続することができて、いろいろとね、データを共有、連携することができるという、そういう面白い代物になっていると。じゃあ、ちょっとこれで一旦ね、セットアップを完了していきたいと思います。セットアップはちょっと注意が必要で、まず体重計の上に乗って測定をする必要があります。その上でミーフィットを開いて、まあ、いつものようにね、デバイスを追加と、で、体重計というところを押すと、こういう風にペアリングが開始されて、で、まあ、ここからも簡単ですね、待つだけです、はい、さあ、ということでセットアップ完了して、いろいろと使い込んでみました。じゃあ早速ね、使いながら解説していきたいと思います。もう使い方でも単純明快です。セットアップが完了したらもう乗るだけ。はい、じゃあやってみましょうか。あ、で、注意点としては、乗る前に必ずこれね、このミーフィットアプリを開いた状態で乗ってください。これを開いたままこうやって乗ると計測が開始されます。今、体重計の方で計測されてますよね。で、アプリの方を覗くと同時にね、リアルタイムで、数値を計測してくれてます、反映されてます。で、こういうふうに5秒ぐらい待つと、もうね、一瞬でデータが表示されます。面白いでしょ。でもこれで計測完了なので降りて大丈夫です。もうものの5秒ぐらいでパッと数値が出てきます。で、こういうふうにね、まず一番上にこれボディースコアということで、総合点をね、まずボンと出してくれます。
もう何回か測ったんですけど、俺はね全部100点でした。これは100点満点中何点かということね。本当なのかというのは分かりませんけれども、まあ本当でしょう、おそらく。なんか他の人のいろんなね、YouTuber の動画見ても結構あの点数にばらつきがあったりとかしたので、まあ、割と信憑性高いのかなというふうな印象を俺は受けております。で、具体的にどういった数値を出してくれているかというと、かなり豊富で面白いんですよね。まずこれね、BNI 数値がわかります。これはもうよく聞くやつですね。あの自分の体重を自分の身長で割った数値になりますね。だからこの数値が低かったり高すぎたりすると、そのね、あの標準的な理想的な体重よりも少ないですよとか、太りすぎですよとかっていう判断をする 指標になってますね。俺の場合は標準みたいですね。よかったですね。で、次体脂肪率も分かります。いや、すごいよね。だからものの5秒ぐらいでポンって分かっちゃうもんなのかな。 15.6% 低いみたいですね。で、筋肉量も分かる。 58.30kg、 これは多いのか。体の水分量も分かります。 57.8%、ちょっと俺ね、低いんですよね。まあ、標準の、あのラインには入ってますけど、結構あのお医者さんとか行くと、もうちょっと水分取った方がいいですよとか言われます。うん、で、タンパク質の量も分かります。これは何なんだろうな。これが分かることによってどういうことに利用できるんだろう。で、基礎代謝が分かります。これは自分のエネルギーの量みたいですね。だこれ、ミーウォッチにもついてる機能ですよね。だこっちの方がより正確なんでしょう、おそらく。ちょっと少ないよね。まあ、自分でも自覚あるんだけど、やっぱ自分のエネルギー、基礎代謝少ないなと思うんですよね。もうほぼ基準未満に入りかけてますよね。で、内脂肪率、内臓脂肪か。もうわかります。標準ですね。で、骨量、骨の量。標準だね。俺結構病院行くたびに、あの骨密度が低いですねとかさ言われたりするんで、ちょっと心配はしてたんですけど、標準に戻ってるみたいですね。で、体年齢20歳。マジか、嬉しいねこれはね。で、理想的な体重が 75.6g なので、ちょっ と3キロぐらい俺の場合はマイナスですね。だからもうちょっと食べて、まあ、筋肉をつけた方がいいという感じですね。で、最後にこれ、自分の体型がどんなもんかっていうのが分かります。計、9パターンでカテゴライズしてくれるという、便利ですよね。と、まあこんな感じになってます。で、当然ですけど、過去のログも確認することができます。こうやってね、さっき連続であの計測しまくったんで変化はないですけど、このグラフがね。だからこれ、日々記録をつけていって、ダイエットしてたりとか筋トレしたりとかすると、このグラフがこう触れてくんだろうね。これ楽しいよね、見ててね。で、新しくね、メンバーを別途追加することもできます。ほら、この R っていうのが俺ですけど、その他ね、なんか家族とか友達とかも追加して別途記録を保存していくこともできますという感じになってて、で、ちなみにね、これ面白いのが、人間だけではなくて、物をね、測ることもできます。最小 100g からマックス 10kg まで物を計測することもできます。例えばこいつをやってみようか。カメラのレンズ結構重いよ。おー、計測できてるね。すげー、出てますね、 600g で。アプリの方にもきちんと出たけど、あれ消えちゃった。すぐ消えちゃう、これちょっと不便だな。で、もう一つね、バランステストができるみたいです。バランステスト、これで片足で立って秒数を競うわけだ。競うというか測るわけだ。より長く片足で立って入れれば入れれるほどバランス能力がありますよということなんだろうね。うん、こういうふうに計測してくれるでしょう。はい、はい、ということで、いかがでしたでしょうか。最後1点だけ補足あります。アプリに関してね、今回紹介したのはシャオミのミーフィットっていうアプリですけど、なんとですね、アメイズフィット専用アプリ ZEP の方でも接続することができます。これはね、非常に便利だと思います。うん、なんですが、ちょっとね、1点残念なのは、これね、はい、シャオミミーウォッチ、もしくはミーウォッチライトの専用アプリ、この黄色いやつね、シャオミウェアってやつかな。うん、これ、こいつに接続することはね、できないんですよね。だからここがちょっと残念なんですよね。今現状、アプリが2つ存在してるんで、シャオミって。だからこれが一元化してくれると、より汎用性が高くなるのになっていう感じはあります。だから、改めて、現状ね、接続可能なスマートウォッチ、まあ、一緒に使うことができるスマートウォッチ、改めておさらいしておくと、シャオミミーバンドシリーズね、ミーバンド3、4、5と、あと、アメイズフィットシリーズ、全部ですね。だから、なんだろうな、どっちかっていうと、
シャオミのデバイスというよりはアメイズフィットのデバイスという感覚の方がより近いかな。アメイズフィットの製品よく頻繁に使う方にとっては、非常に便利だと思いますが、ちょっとシャオミ信者の方にとってはちょっと物足りない感じがしますね。ということで、今日も最後まで見てくれてありがとうございました。ぜひ高評価とあとチャンネル登録お願いいたします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。